うわ、めっちゃくちゃ可愛いですね。衣装でも素敵ですね。なんかサイボーグみたいですね。すいません、アリスのリポートがの声がでかいんです。すいません、すいません、ちょっと来ます。はい、ネックレスもとても素敵なんですけれども、こちらはあの前回のワールドエンドの時のイベントで作らせていただいて、世界に一つと言われているブラックパール、ジャックスパールを乗せるブラックパール号にちなんでブラックパールをまた本日も聞いてまいりました。つけ心地はいかがでしょうか。あのワクワクしているこの映画の前の気持ちと一緒ですね。はい、今までも3作見てらっしゃるんですか。はい、もちろんです。パイレーツ・オブ・カリビアン大好きですもんね。大好きですね。パイレーツ・オブ・カリビアンのシリーズをシャクさんから見て見どころというか、好きなところはどんなところですか。そうですね、あの見る前っていうのは開ける前の宝箱のようで、何が入ってるだろうっていう、そのワクワクドキドキがたまらなくて、必ず絶対裏切らない素晴らしい宝が待っているっていうところが私にとってのパイレーツ・オブ・カリビアンです。なるほど。そして好きなキャラクターとかいらっしゃいますか。今回は残念ながら出てないっていうのをお聞きしたんですけども、ゆる役のオーランド・ボールなんですか。すいません、シャクさん残念です。はい、でも他に素敵な男性いっぱい出てますので、はい、楽しんでください。それでは皆さんのメッセージをお願いしていいですか。はい、お気持ちに書いてあるそちらにマジックいきますので、私もここの前に立ち書こうと思ったかぶっても全然。じゃあ英語で、はい、ありがとうございます。何て書いたか教えていただけますか。いや、お心挨拶です。そうですよね、本当にありがとうございます。さあ、これから3D でシャクさん初 3D なんですね。はい、そう、飛び出すジャックスパロウ。そうまたジャックスパロウが出ずっぱいるんですよ今回。そう、私はあのもう本当にもう今回初出演となる、はい、女怪物役の、あのペナルティクルスですか。はい、ファンなんです。そうですか。はい、だから今回またさらに楽しみが大きくなりましたね。本当に綺麗です。楽しんでください。はい、どうもありがとうございます。